ゆきチャンネル。電車わかるかな？この子はてっちゃん。電車が大好きな男の子。今日はライちゃんと電車を見に来たんだって。電車は何度見てもかっこいいな。そうね。あ、そうだてっちゃん、ゲームしない？ゲーム？ルールはこれから来る電車を見て早く名前を言えた方が勝ちよ。やろうやろう、負けないぞ。てっちゃんはライちゃんと電車当てゲームをすることにしました。カン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 。すると電車がやってきました。ネックス。なかなかやるわね。二人はあっという間に言い当てました。カン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 。今度は反対側から電車がやってきました。輝き。ライちゃんもなかなかやるな。てっちゃんとライちゃんは一歩も譲りません。このまま終わるかと思ったその時、カン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 。ん？あれは E 語形？それとも H 語形？ラインがよく見えないわ。H 語形。ついに二人の答えが分かれました。紫のラインだ。やったー。てっちゃんは見事紫ラインの H5 形を当てることができました。うわーん、悔しい。もう一度やろう。うん。こうしててっちゃんはライちゃんと仲良く遊びました。よかったね、てっちゃん。おしまい。